はいどうも、ケイキングです。今日はですね、ウィニングポスト9 2020続きやっていきましょう。3月の1週からと、難易度スペシャル引き継ぎなしでやってます。まずはね、ちょっと建設したいですね。このキッズハウス、これ作っとこう。ちょっとこれ建ててみます。はい、オッケー。じゃああとはね、まあ今週はレースあります？ないか。あ、今週なかったね。はい、じゃあまあネクストで。4月ね、1週、そして種付け近づいてきましたね。さあ今週はありますよ、三冠ザパール、そしてバラ一族、まあ海外ですね。であとはアルボ、どちらでも、まあこの辺も取りたいレースが並んでて、キング芝マイルか。騎手は完璧と。よし、行こう。絆はね、なんかまあ使ってもいいか。アルボ三冠、アルボ三冠か。違う、アルボ三冠じゃねえ。アルボどちらでも、キング芝マイル、ちょっと見ますか。ちょっと絆を確認。闘志、いやー、いらないですかね、闘志はね。うん、まあいいですかね。よし、じゃあ行きましょう。もうネクストで。さあ、三冠ザパールが出走。ここはね、取ってほしいです。まあ取れるところをしっかり取っていきたい。あー、厳しいね。でも三冠ザパールちょっと苦しそうと。5着かな。はい、5着と。まあ、結構ね、あの自家製サンバのレベルが上がってきて、まあ、層が厚いんですよね。まあ、嬉しいんですけどね、嬉しいことに。で、まあ、海外もね、分けていかないといけないです。そしてバラ一族出走。まあ、バラ一族はね、基本国内走らせようと思ってるんですが。よし、来ましたね、勝ちと。はい、勝ち。強いですね、バラ一族。まあこのバラ軍団はね、まあこれからもしっかりね、使っていきます。さらに強くね。はい、勝ち、 OK。 さあそしてアルボどちらでも、まあこの辺もね、勝ちたいですよ。キングスゾーン、ほい。さあそしてロゼからゴールドはちょっと厳しいか、これ。おお、2着ね、いいじゃん。さあそしてマルガイカソラ、キャプテントゥーレに勝ったらまあ大したもんでしょう。1番人気はキャプテントゥーレでしたね。4コーナーをカーブして、さあこれからです。来るか。マルガイであっこから来た、かっこいいですね。マルガイチャレンジまでね。さあキャプテントゥーレが、いやーこれ厳しいな。うん、来てないよね。ちょっとはもちろんね、上がってきてるんですけどね。いや、この時期のキャプテントゥーレは強いでしょ。さあもっと上の方でね、戦ってほしいね。はい、オッケー。さあそして、キング芝マイルやね。あ、そう、ここね、ディープスカイ。そうそうなんですよ、ディープスカイと、まあ激突と。さあディープスカイがぐっと伸びて、芝マイルも頑張ってるんですけどね。うん、まあ強いよね。そう、勝てないんですよ。これ何度やっても勝てんね、この辺だとね。うん、素晴らしい、強いですね。はい、 OK。 さあアルボラ三冠出走の、バラ三冠出走、 OK。 騎手は完璧ですね。
さあやるぞ。ね、まあこの辺も楽しみですよね。超大物軍団恐ろしいね。まあどうやって使おうかなっていうのありますけどね。まあ OK かな、登録は。よし、じゃあ行きましょう。はい、ネクストで。アルボラ三冠が出走。アルボラ三冠は海外です。海外使ってくる。さあ強い、ここも強いぞ。圧倒的じゃないか我が軍は。本当に強いね。勝ちました。どうですか海外の G1 でアルボラ三冠。2着は微妙です。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めましたアルボラ三冠。まさしく日本が世界に誇れる馬です。よし、いいね、強いですね。キングアルボラの子、アルボラキングアルボラ、そしてこのアルボラ三冠、いい流れ来てますね。さあ G1 3勝目 OK。 今年は取るよ、 G1 稼ぐよ。おー、いいじゃんいいじゃん。はいはい、バラ三冠が出走。ここはね、ちょっとまあドリームジャーニーとか、まあ、結構資質いるんですが、相手に今どれくらいやれるか、今のバラ三冠が。そう思ってね、ちょっと登録しました。4コーナーをカーブして、さあこれからです。あ、ここ取ってほしいんですけどね。ここ取って、まあ、バラ三冠はね、スピード B プラス、一応あの超大物なんですが、まあ、そこまで強くないんですよ。なので無茶はしてないです。 G2 メインで登録してるって感じですかね。はい、 OK。 まあアドマイオーラに勝てないと。なるほど。さあ3月4週は三冠ザパールが出走。頑張ってほしいね。はい、ライバルと。一応ね、今ね、バラ一族が G1 10勝、まあ、国内メインで G1 10勝、強いですね。で、三冠ザパールが5勝 G1 で、アルボラ三冠が3勝。まあ、こいつはここからですね。今までじっくり使ってきたので、まあ、今からこれから、まあ、頑張ってくれるんじゃないかなと期待してます、こいつね。はい、そしてただ調子が下がっとんか、まずいね。まあそのまま3541、まあ2回は使おうかな。はい、そしてバラ三冠で、あとは、まあ、この辺は超大物で、キングヒゼ、まあ、これが G1 発祥ですね。まあ、これは今年もダートで、国内ダート頑張ってもらうと。はい、いう感じになってます。よし、じゃあ行こうか。はい、ネクストで。さあ三冠ザパール出走。ここね、一番人気。さあ G1 6勝目なるか。さあグッと来てますね、これは力強い走り。外も大丈夫。よし、いいですね。まあ海外の G1 もね、こんな感じでぼちぼち走らせつつ、まあ、国内もしっかり戦いつつね。今所有競走馬でさ、超物、まあ、かなり増えてきたので、まあ、うまく分けていきます。3月5週はね、いろいろレースありますね。パール爆心王、パール爆心王か、パール爆心王ちょっと厳しいね。三冠ザパール、そしてでアルボラ三冠、バラ三冠、まあ、ここは全て超物で、アルボドチラでもバラ一族、バラ一族も超物。まあいいか。よし、 OK。 さあ金シャサの奇跡、 G1 ホース、鈴鹿フェニックス。
OK。 バラ一族がいつもはタケか。うん、ちょっとね、ここは変えるよ。どうすかな。こうでいこうかな。はい、これでいきます。 OK。 じゃあもうネクストでいいでしょう。絆余ってるんですが、ネクストで OK ね。うん、もういきましょう。はい、さあ、パールバクシオンが出走。ここは1番人気じゃない、2番人気ね。ちょっと見ようかな。厳しいんですけどね、パールバクシオン。海外の G1 戦える力はね、ちょっとないですよね。先頭変わってブリジーマグナス、2馬身から3馬身のリード、ナスティークワード。うん、まあ厳しいよね。残り 200m、 後続を引き離しにかかります。1000から1400走れます、パールバクシオンは。ブリジーマグナス、この馬で決まりか。ブリジーマグナス、はい、OK。 1着ブリジーマグナス、1着、2着はナスティークワード、勝ったのはブリジーマグナス、見事な勝利です。さあ、そして三冠ザパール出走。いけるか、三冠ザパール強さ見せろよと。さあ、グッと来てますね。さあ、いつもの競馬できるか。根性でなんとか、もう一段階伸びてほしいが、ちょっと厳しいか。3着やね。まあ、よくやりましたかね。うん、まあ3着と OK。 まあようやったと、これは。さあ、そしてターフにね、アルボラ3冠が出走。これはね、あのウォッカとぶつけたくて登録しました。はい、行きましょう。ただちょっと調子落ちてるんですよね。最終コーナーをカーブして直線コースに。さあ、行けよ、アルボラ3冠。いや、厳しいが、一生懸命走ってるとウォッカ来てますね。あー、これは厳しいな。3着やな。はい、3着と。OK、またね、国内で戦いましょう。さあ、そしてバラ3冠が出走。2番人気は浅草キングス、そしてドリームジャーニーと続いてるアポップロックもいますね。はい、まあ行きましょうか。取ってほしいですね、 G2 なんでね。4コーナーカーブから直線コースに向きました。あー、厳しいね。あと 200m、 レバブション先頭だ。残り3バラ三冠、ちょっと厳しいな。ドリームジャーニー、レバブション先頭だ。レバブション、 OK。 レバブション1着、2着にはどうやらドリームジャーニー、まずは前哨戦を制しました。レバブション、ここは負けられません。まあ史実の銀とかさ、その辺でもちょっと厳しいですね。いろいろぶつけてみた結果ね。アルボどちらでも、アルボどちらでも取ってほしいが、ちょっと厳しいか。さあ、4着でバラ一族出走。ここは1番人気。さあ、グッと来てますね。バラ一族は安定か。よし、大丈夫か。もっと強さ見せてやれ。これが1200ですからね。恐ろしいわ、バラ一族。オッケー、勝ちましたね。さあ、いい感じ。あ、そして4月1週ですね。あ、来た来た来た。どうするこれね。ちょっと後でね、決めましょう。楽しみやね。まあ、バラ再びが楽しみですよね。いや、丸貝芝前でしょ、楽しみや。あ、流れ星もいますね。ダーツのパール。いいね、早熟早熟、いいね。さあ、じゃあ4月の1周、さあ今年はどうだ。お、
キングディスコ。マジ？来るね。流れまくりじゃん。いや、よく流れてますよね。むちゃくちゃ流れるやん。あ、キングディスコ。キングディスコの子はね、走りますよって最高じゃん。これ来ましたね。よしよしよし。いいよ。さあ、パール爆心王、そして、アルボラ参加が、まあ、ちょっと調子ね、落ちてると。まあ、ただここは出走っすね。で、アルボラダーとバラ一族、そしてマルガイ3億。オッケー。はい、オッケーと。いや、ちょっとチェックしたいっすね。他もいるでしょう。期待は。遅れてきた大物。さあ、カンパニー。G1 ホース。カンパニー結構好きですね。さあ、4月1周楽しみやな。ちょっと見ますか。違う、こっちだね、こっちだね。よく確認。まずは、違う、キングディスコやね。キングディスコは印ね、つけときます。いや、これは楽しみですね。父はディープインパクト。そして、ローズバド。ああ、まあまあじゃないですか。まあまあ。シアマゾーンでキングディスコ。キングミネルバ、キングアルボラ。まあ、いいと思います。キングアルボラね。で、エアデジャブ。あ、キングビューティーっすね、これ。これも期待できますよ。お、キングパドレポンス、いいじゃん。お、シーバの子いいっすね。やっぱシーバの子なんですよね。強い。あの、キングヒゼンっすね。ヒゼンがいます。あの、ダートの。ダート無双してるやつね。よし、シーバの子いいっすね。で、スイープ投手。で、キングザモンジュ。あ、いいね、キングザモンジュ。強かったよね。で、キングザパールの子。うん、ロゼカラー。ブライアン。ブライアンもいいんじゃない？あ、今年もちょっとレベル高いな、これ。自分で言うのもね、なんですけどね。高い。今年も。これは期待できる。これ期待は多数。これ期待できますよ。この年代も。よし。じゃあ行こう。やっぱパドレポンス絶対いいよね。パドレポンス、ちなみにね、これですね。はい。いや、こいつ繁殖頻繁だったらね、こいつは使えますよ、つって、こいつの子もちょっとね、頑張ってほしいね。あとね、ブライアンもいいんですよね。こういう能力良くないですか？これね。はい、ということで、行こう。4月の1週やね。ネクストで。さあ、パール爆心王が出走。これはまあ、飛ばします。で、アルボラ三冠。まあ、ちょっと厳しいよね。調子落ちてると。上がり気味の三角じゃなくてね、落ちてますからね。落ちての三角。さあ、頑張ってほしい。いけるか。よし、大丈夫ね。踏ん張れる、踏ん張れる。踏ん張れんか。粘ってくれ。粘れよ。アルボラ三冠。よし、オッケー。この勝ち。G1 4勝目。しかも海外の G1 で、まあ、4勝っすね、こいつは。よし、よくやった。国内、アルボラダート。アルボラダートはね、ちょっと見ます。アルボラダート頑張ってほしいですからね。さあ、こっからグッと来れるか、アルボラダート。よし、来てますね。大丈夫やね。OK、ここは勝ちと。あ、これね、あの、超重いですから、アルボラダート。よしよしよし。ここ勝ったのは嬉しいね。まあ、この時期そんなにね、まあ、3歳でダートのレースないですから。しっかり勝ってほしいですよね。登録したところ。さあ、バラ一族出走。1番人気。で、ダイワスカーレットいますね。で、カンパニー。まあ、どうかな。
まあ、バラ一族は勝ってるんですが、ダイワスカーレットに。4コーナーをカーブして、さあここも勝つ、この強さ。強いわ、最強、間違いなく最強。勝ちました。これが世界を制した実力だ、バラ一族。もうどんな史実が来てもなぎ倒す、それがバラ一族。しかもさらに強くなりましたね。はい、レコードも叩き出してくる。1分57か、 OK、 いいね。はい、ダイワスカルプね、よし。さあ、そしてマルガイ3億はちょっと厳しいな、これは。これは厳しいですね。さあ、キングシバマイル、そしてロゼカラゴールド。まあ、これはちょっと厳しいですね。ロゼカラゴールドだと。はい、ライバル。OK。さあ、桜花賞。今年はちょっとね、まあ、自信ないとかね、ちょっと厳しいよね。はい、バラの一族頑張ってほしいですよね。おお、勝ったよ、12勝目。これ使いやすいんでね、ありがたい。さあ結構いろいろ手に入ったね、絆ね。バラ三冠 OK で、ロゼカラーゴールドですよね。ロゼカラーゴールドがね、一応ね、能力はこんな感じ。あー、そうそうそうでしたね。スピードあるけどパワーがないですよね。これがきついよね。ただまあないよね。ちょっと確認しよう。キングミネルバ、キングザパール、キングビューティーが強いよ、間違いなく。もう9月になったらもうこの辺育成ですね。ちょ、育成コマンドちょっと使いたいですね。キングビューティー使いたいね。あ、もちろんローズキングダムもね。そうやね、一切もいいね。結構レベル高いか。よし、じゃあネクストでいいです。はい、さあキングシバマイルが出走、ここね頑張ってほしい。うん、一番人気と、まあ、相手が金札とかじゃなければね、まあ、ぼちぼちシバマイルはやれると思うんですけどね。よし、大丈夫だね、粘ってくれ。オッケー、これは余裕のある走り、強い。この馬で決まりか、先頭はキングシバマイル、一着でゴール、キングシバマイル一着。もう名前のままです、芝の、マイル走れます、こいつは。トライアルを勝利、本番に向けて夢が広がります。よし、オッケー。はい、オッケーと。回避はしないです、そのまま出走。さあ、桜花賞ロゼカラーゴールドが出走。トルコピアね、1番人気で2番人気か、まあ、ただちょっと厳しいよね。4コーナーをカーブして、さあこれからです。オディール先頭、後続馬も足を伸ばしてきました。ここで先頭に立ったハートオブクイーン、差はほとんどありません。まあ上がってきてるんですけどね、まあ、厳しいですね。4着。2着にはどうやらランプリプライ、トールコピー、 G1 の大舞台で見事一番人気に応えました。はい、OK、まあ、パワーないですからね。うん、そう、その通り。まあ、あの坂のないところをね、選んであげないといけないですよね。スピードはあるので。さあ、そして、芝マイル、あ、芝マイルですよね、2000走れます。はい、2100まで。
でも一応出走っていう感じですね。まあ行ってみようよ。終日一歩さあ行くぞ。終日一歩キング芝前で注目の一頭。終日一歩私立だと、サツキはねキャプテントゥーレこの年は取ってるんですが、キャプテントゥーレ出てくるかな。クラブにいるんですよキャプテントゥーレが。クラブに渡してキャプテントゥーレどこる。おった。あ、出てきてますね。オッケーオッケー。キャプテントゥーレ来とんじゃん。よし、じゃあネクスト行こう。はい、ネクストで。さあ、キングシバマイルが出走3番人気。キャプテントゥーレは11番人気ね。まあ、史実補正つかね。発動するかもしれんよ。さあ、直線に入りました。これからの勝負。さあ、シバマイル来てると。キャプテントゥーレはダメやね。シバマイル、そっからグッと伸びろ。勝てる。3着とやっぱちょっと厳しいか。悪くはないけどね。はい、 OK。 3着はいきません。距離的にね走れません。はい、そして4周 OK。 バラ三冠パール爆心王やね。あ、金5枚。あ、いいよ、交換しとこう。これで虹2枚ですね。さあ、パーティー、パーティーしよう。お、完成した。完成しました。ねちょっと確認したいんだよな。あ、怪物フランケルいますね。そうやろ、怪物フランケル、カインドの子。まあ引き継ぎだったらもう俺カインドから買いたいですね。カインドから買ってフランケル生まれて、この後にねノーブルミッションっていう生まれるんですよ。まあ、それも走りますんで、弟がねフランケルの弟、ノーブルミッション。スノーフェアリーはね前も話したんですけどね、もう俺のね好きな馬、もうこれ欲しい、スノーフェアリー。ただ俺買いましたよね、8の時でしたっけ、スノーフェアリーね買ったの。こう見ると欲しくなるんですよねこれね。あー、ロードカナロも欲しいな。ただオルフェーブルが好きでしたね。もう応援してましたねオルフェーブルは。本当にもう取ってくれと、大声もね。オルフェーブルならもうやってくれるんじゃないかっていうね。あー、虹最高やなこれ。虹最高ですね。まあいいや。ね4周、まあここはちょっとネクストでサクッと飛ばして、次回は種付けからまたね、やりたいなと思います。パール爆心王これ厳しい。さあ、そしてバラ三冠が出走。まあちょっと厳しいかな。まあこれもネクストで2着。はい、オッケー、いい感じですね。はい、いい感じに稼げてると。で、キングヒゼン、久しぶりですね、出走。そして、丸貝カソラっていけるん？いけんやん。2400いけんやん。まあいいわ。そして、ディスコダート、出走。抽選ね。オッケー。ということで、次回は、種付けからやっていきます。あ、 あとここですね。ちょっとここを決めておきます。機種ね、ちょっとかぶっちゃいますし、これまずいね。まあ、ローテーション、また決めておきます。うん、決めておきます。あとはキングヒゼね、絶好調ね。まあまあ大丈夫でしょう。はい、ということで、今回はここまで。ご視聴。
ありがとうございました。